スタートしました。おっと、一番ワード男子大きく立ち遅れています。先頭は外スーパーハイウェイ、ポーンと飛び出しました。一馬身のリード、2番手にはクラシカルモダン、そしてシノクロスなど固まった体勢になりました。あとは勝間幸から、この辺り 3M プライズも続いていきます。さらに外から6枠両党が出ていきますが、さあ先頭は外ディクターランドが飛び出しました。ディクターランドが1馬身のリード、 3M プライズ、スーパーハイウェイと2番手3番手、そのうちにシノクロスがつけています。半馬身外にはカスマサチから、さらに外を回ってソダメダル、内を回ってカスマサチからの内から、もう1頭クラシカルモダンあたりが続いていきます。内を回ってチカノパワー、このあたり中段グループのうち600切りました。その後ろにオンワードナンシー、ようやく上がっていこうとしています。そしてその後方ですが、影丸はまだ後方から2番手の位置です。サッカーボーイと並んでいます。最後方に北斗サンシャインで、早くも4コーナーカーブに向かいます。400切りました。先頭は抜け出しましたディクターランド、2馬身のリード、サイエンプライズ外部に戻し出しての2番手スーパーハイウェイが内を回って、3番手の位置から、さらに内からチカノパワーも突っ込んでくる。さあ先頭はディクターランド、ディクターランド1馬身のリード、2番手内からチカノパワーが追い込んできた。さらに外からはぐんぐんと突っ込んでくる。これがサイエンプライズ、サイエンプライズが現在3番手、先頭はディクターランド、2馬身のリード、チカノパワー2番手、ディクターランドゴールイン、チカノパワーが2着。あとは追い込んできた各馬殺到、3番手争いは激戦でした。